出すのは、そう、当然聖一。いきまーす。んどうなん、あ、テラフォーミングが神。テラフォーミングで神になる男。テラフォーミングー。はい、オッケー。わー、気持ちいい。当然聖一になれる。で、こいつの効果何？相手がモンスターの召喚に成功するたび、手札からアルカナホーストの名のついたモンスター1体特殊召喚できる。え、これもいけんの？ザワールドもいけんのこれ。じゃあめちゃくちゃ強えぞこれ。おい、光の結界。光の結界からのアルカナホース出していくぜ。おい、当然表。裏の効果は何？裏だったら相手モンスターの召喚時、自分は手札を1枚墓地送る。弱すぎだろ。当然聖一。当然聖一。いや、これ強いんじゃない？ミラホモセットしとこう。俺いけるよ、これ。おい、めちゃくちゃ強いじゃん。おい、誰だ、アルカナホースのテーマが弱いって言ったやつ。おい、めちゃくちゃ強いじゃねえか、これ。お、強いぞ、これ。おい、これ追加ターンやるからな。相手ターンスキップだぞ、これ。あ、まあ、でもあれか。あ、待って、これいけんの？おい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 、でも生贄にするモンスター足りねえわ。だ、モンスター引いてくれ。おい、アルカナホース、来たぞ、ザ・ワールド。表だった場合、モンスター2体を送ると、墓地へ送ると、次の相手ターンをスキップできる。素晴らしい、当然聖一。わー、来たモンスター。嬉しい。おいおい、やっぱ聖一なんだよな。はい、ここ、まず表。うわ、裏か。まあ、いいでしょう。こいつは？こいつは、表だったら、アドバンス召喚2体分。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、アルカナホースと名の付いたモンスター、アドバンス召喚できない。裏が出た時弱すぎないか、こいつ。裏出た時弱すぎだろ、こいつ。表出すよな！当然聖一！当然聖一！ここはもう安全に処理していこう。それでは、攻撃させていただきましょう。クリッター。いや、このまま、なんとか押し切れ。このままなんとか押し切れ。まずはクリッター。アルカナホース実は強いか。噛み合ったら実はこんだけ強いぞ。さあ、巨大戦艦なんて目じゃねえんだよ。さあ、それじゃあどんどん殴らせていただきましょう。ちょっと足りねえな。ちょっと足りないけど、エンドフェーズ時でこれ発動するよね。エンドフェーズ時に発動してください。アルカナホースザ・ワールド効果発動。2体のモンスターを墓地へ送ることで私の追加ターンを行います。さあ、これ気持ちいい。追加ターン気持ちよすぎだろ。はい、逆転する運命。これ表にできるカードですね。3200。強え。強すぎる。めちゃくちゃ強えじゃねえかよ。おい、めちゃくちゃ強いよ、ザワールド。ただ、ここ返されたら、俺の手札が弱い。手札が、枚数が少なすぎる。で、ミラホがあるのか。ミラホでまだなんとかできる可能性はあるね。デュアルサモン !2回召喚。何が来る？でもミラホがあるぞ、俺には。待って、ミスターボンバーって何？こいつ。懐かしい。ちょ、待って待って待って、お前何をしてる気だ。スタンバイフェーズ時でしょ。じゃ、まだ大丈夫だ。スタンバイフェーズ時でしょ。お前、怖えよ。ハーピーでいける。とりあえずハーピーでいける。ミスターボンバー破れたり。ミスターボンバーめ。この野郎、ミスターボンバーめ。よし、いけいけ。ん？当然聖一！当然聖一！聖一が過ぎる。おい、最王を舐めるんじゃねえよ。当然聖一なんだよな。さらに火力を上げさせてもらおう。アルカナホースめちゃくちゃ強いじゃねえか、お前、これ。はーい、聖一。ハーピー先だったな、どっちかっていうと。どちらかといえばそう。アキネーターに聞いたときそう言われる。リミカイ！なるほど。なるほど、なるほど。面白い答えですね。それは面白い答えですね。リミカイですか。こいつ破壊されたら、戦闘で相手モンスター破壊した場合に、以下の効果から一つ得られるから、普通に殴る分には問題ない。そうですよね。普通に殴る分には問題ないはずです。さあ、行きましょう。さあ、私はライフを回復させてもらいましょうか。これ強いよ。いいぞこれ。さあ、追い詰められましたね。私のライフはさらに回復する。1万ですよ。
や、これいいね。あ、ザワールドの効果は発動しないよ。発動してモンスター引けたら勝ちだけどさ、さすがにその勇気ないな、俺には。その度胸ねえんだ。その度胸ねえんだよな、残念ながら俺には。モンスターだった時は勝ちだったけど。はーい、ドロー。いや、よかった、スケープゴートだった。スケープゴートだったからよかったよ。いやー、ここは正位置じゃない。まあでも今効果使わないから。まあでもこれ多分殴ったら何もなければ通るはず。いけー。最王最強。最王最強。いやー、アルカナホース強えな。アルカナホース、いや、表にできるのめちゃくちゃ強いっすね。はーい、対戦兄貴ありがとうございました。サンダーボルト、サンダーボルト強い。待ってくれー、待ってくれー。だがまだ生きれる、まだ生きれる。俺はまだ生きまーす。よろしくお願いします。対戦よろしくお願いします。あぶねー、まだ生きたぞ。あと四つ星引ければオネストで一旦返せる。一旦オネストで返せるんじゃ。ドロー。なんでだい。あ、待って、スケープゴートからの団結の力間に合わない。間に合うね。でも守備表示で出しちゃうから、一旦次か、まだ次か。で、次団結の力で殴り返せるか。まだ参るね、これ。まだあるよ。アルカナホースとは一体って感じだけど。いや、これはちょっと使いましょう、スケープゴート。あぶねー。で、これで、ザワールドの餌にもなるけど、ザワールド出ねえな、今のところ。羊トークン。ザワールドの餌用に入れてた羊トークンが、役に立つわな。まあ、これは破壊されても問題がなくて。よいしょ、危ねえ。いや、とりあえず1体消されるけど、団結の力でなんとかしていきましょう。団結の力でなんとかしていくよな。頼む、四つ星結構入ってるはずだろ。やっと来た。いや、裏か、裏、裏か。じゃ、セカンドチャンスでいこう。ちょっと待って、こいつのデメリット何？ちょっと待って、魔法が発動するたびに500ライフ回復。よいしょ、頼む、一旦表。いや、これ破壊するカード持ってそうだな、ここ。はい、当然聖一。当然聖一、やり直さない。魔法カードが発動したとき、もともとの火力が倍になる。 OKで、これで、オッケー。あ、いいよ。あれ、団結してなくない？あれ、ちょっと待って。おい、え？なんで火力、あ、火力は？火力上がってないけど、これどういうこと？ちょっと待って。何が行われてる？待って、これ倍だから、ちょっと待って。ふざけんなよ、団結で火力上がんないのかよ。おい、ふざけんなよ、マジで言ってんの？ふざけんなよ。マジか、きちい。きつすぎ。2200固定かよ、これ。きつすぎ。オネストで突っ込もう。きつ。マジか、きつすぎだろ、それ。マジかよ、しんどすぎるよ、それは。マジかよ。そういうこと。で、今、効果消えた？今消えたね、逆に。今消えたね。魔法さえ使えなければいいんだ。魔法さえ使わなければ、俺の攻撃力は4300だ。魔法を使っちゃいけねえんだ。魔法さえ使わなければなんとかなるぞ。殴る。まだ発動してない。効果を出しただけ発動してないから、サイクロンで、団結か、あ、そっちか。あ、別にそっちは、全然いい。あ、違う、魔法を使ったから火力が下がる。天才かよ。天才おるやんけ。お前、天才折って草。はい、ドロー。おー、いい、いいね、いいね、いいね、君いいよ。君いいよ。これは、デメリット何？相手モンス、相手、あー、俺が手札1枚捨てなきゃいけないやつか。よし、行こう。これ、ザワールド次頑張ったら出せるけど、もう、殴って倒、激流走。気持ちいい。気持ちいい。キルソ、うわ、気持ちいい。やってくれるね。よし、2体分のリリース。いけ、ザワールド。当然聖一、当然、まだ終わってない。当然聖一、よし。
ただ2体のモンスターがいない。まだ2体のモンスターいない。バトルウェイズいっけー。頼む、人食い虫とか入ってねえよな。さすがに、さすがに、ゴキ環境人食い虫入れないでしょ。あー、でもあれはあれリクルーターですね。こいつパワーボンド、パワーボンドはまあいいでしょ。全然パワーボンドはいいよ。お前オネストで返してやるからな、この野郎。パワーボンドで何出してくるの。2体サイバーツインかな。何何、キメラティックオーバードラゴン。ただ火力が3200。こいつ変な効果ないよな。他に変な効果ないよね。このカードが融合召喚に成功した場合、このカード以外の自分フィールドのカード全て墓地へ送る。火力上がる。全然いいね、全然いい。俺ね、決定打がないんだよな。殴ってくるか。殴ってくるかね、お主。リミカイか。これどうなる。ここで、ね、これ処理がわかんないよ。これ、難しいけど、打つしかないね。この処理どうなる。この処理どうなるのかわかんねえ。これどうなるの、この処理。これどうなる。うわ、負けるのかい。うわ、遊戯王むずい。むずすぎる。うわ負けたんごー。でもリミカイで破壊されるね。この処理、なるほどね。これすごいね、難しいね。これ人間同士のバトルだったら、これ詳しい人いないとわからないね、これね。どうでしょうか。よしよしよし、通った。あー、いや、長きにわたるデュエルお疲れ様でございました。はい、対戦兄貴ありがとうございました。キメラティックメカファラオだったわ、そういえば。